山中、それから17歳の北野、2人を入れるようです。買って入った北野の壮太ですけれども、 J1 リーグの出場、これセレッソでは3番目の年少出場記録ということになります。柿谷、西川に次ぐ3番目となりました。北野壮太ゴールを奪います。セレッソこの辺も、ね、持たれるんですよね、こういう風にね。スローインから入れ替わろうという北野ですね。ここは松田、北野が来た、動かしてると思います、ね、さあここは繋ぎました、うまく離しました。さあ中央走り込んでいる北野、いいですね、この辺。さあシュート、北野壮太先制ゴール。先週プロ契約を結んだばかりの17歳北野壮太が先制ゴールを挙げました。以上北野に返します。うまくかわした、前が空いている、シュートだ、奥の個人技で突破しました。まずは1点というところ、1人かわした、そして足が出ましたが、ここはファールがありました。一つ北野が先ほどからちょっとチームメイトの中で田中さん、いいプレー見せてますね。仕掛けも早いですし、さあ高校生プロの北野壮太、いいパスが通ってジェアン・パトリッキー、タガートが上がってきた、タガート北野から、北野と稲垣、わあここもテクニックがあります。北野、山中、インナーラップ、北野ワンタッチ上場、戻して北野のシュート、岡澤クロス入ってきた、セレッソ、セレッソ勝ち越した、3点目決まりました。素晴らしい、持ち味が出せなかったっていう印象ですよね。まあ、ただ今その岡澤がですね、リズムつけた、3枚目だ、北野打てるか、シュート、西川もう一度、ボールが入ってきました、決まった、そこには行けず、加藤、そして北野、加藤が裏を狙っていこうという動き、その加藤、からちょっと上がってここでやった、加藤シュート、切り返した、右足のシュート巻いてくる、難しいプレー、北野のプレスバック、全員プレスバックでしたね。北野がいい守備を見せました。そしてその北野、セレッソ期待の18歳です。抜け出せる、触った北野、北野が行く、北野壮太が抜けてきたぞ、北野壮太が来た、北野壮太が、ここも上福本だ、よく止めました、上福本、北野いいプレーを見せますが、今度は変化がつけられるんじゃないかと思います、ね、北野体が強い、では北野からそのままドリブルで運んでいきますが、ダワンがいった、ファールになります。入れ替わった北野、中清武、北野うまい柔らかいボールタッチ、さあカウンターやるか、注目の北野壮太が運ぶ、まだ取らせない、いやそうですね、北野胸で落とした、福田選手、北野、北野の強さがありました。いい突っ込みましたね。そうですね、北野。ここですね、まず、詰めていきます。ここ狙っている。北野がいいカットになった。さあ。ストラップ前マテイオニッチ。北野から清武。さあタガード。そしてボールをキープ、いやキープ力ありますですね、まあ、北野のプレーダメだ、あいいとこだ、いいとこ行った、北野かな、ここは沢から来た、北野シュート、
ここは出してシュート、ブルーのメンデス、田中運んでから北野へ、北野パスを選択、ターンして、今シュートも非常に素晴らしかったんですけど、はい、この辺もいいですよね。一気に抜け出した、少しバランスを崩した、クロスが入る、神様が出ました、待っているのが後半のレイソル。さあ北野が来た、中にターンして山田のシュート、オフサイドフラッグ上がりました。中を見た、抜き切らずにクロスでヘディング、松田陸が逃れた、中田を取る、左取った、うん、さあそして中に持っていってシュート、上条ある選手たちです。ダイレクトパス、もう一個つなぐ、ワンツーで抜け出す、ペナルティーエリア内、中に行く、ホイッスルはない、ね、まあ、ここはここもショートコーナー変えてきます、うまくかわして中に入れてきた、まあ、準備してきたプレーですよね、はい、うまくね、まあ、いわゆるデザインされたプレーだったかもしれません。横山に変えて新田、そして松崎に変えて屋敷が入っています。ゴール前シュートリッター決めてきた、背番号9番北野颯太、大きな先制点を挙げました。